はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書1章の内容のテスト対策の問題やっていきます。で、3問今回やりますので、まずここで1回動画止めていただいて、この問題をチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に不安だったり、あと分かんないのがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回は値を求める問題ですね。3番だけちょっと形が違うんですけど、で、1番は X と Y、まあそれぞれね、値が与えられてて、これの値を求めていくと。で、基本的に出されるのが多いのは、X と Y が整数の時。例えば X が2で Y がマイナス3みたいな。それがやりやすいんですけど、まあ分数のタイプも出てくるんで、今回やっていきます。で、これの問題のやっちゃいけないやつっていうのは、結局ね、X のとこに5分の2、Y のとこにマイナス3分の1を代入、入れてねっていう問題なの。で、よしよし、入れていこうぜ。ってことで、このまんま X と Y に数字を入れていくと、時間がめっちゃかかるのと、あとは計算ミスが増えます。だからそうじゃなくって、まずこっちは置いといて、ここを計算するんです。計算する。例えばこれだったら、カッコの前に6がくっついてる。だから、4x とマイナス 5y に6を分配でね、配る必要があるから、最初、24x だね。で、6をマイナス5に配ると、マイナス 30y。で、後ろもマイナス4をこことここに配るから、マイナス 4x プラス 12y。こうなります。でもまだ入れません、これは。これまだ計算ができるので、24x とマイナス 4x くっつけると、20x。で、y もね、それぞれ計算、くっつけられるんで、マイナス 18y と、さらに簡単、綺麗になります。で、これ以上計算できないので、ここまで整理したら入れるんです。いい？これで入れるんじゃなくて、ここまで持ってくる。で、あとは入れます。20かける、x が5分の2。で、マイナス18かける、カッコ、マイナス3分の1です。これね、ここが分数の時ってあんまりミスをしないんですけど、整数の時、例えばこの問題、x が3で、あ、まあ3にしとこうか。で、入れようとするじゃん。で、x が3だから、ここに3入れたいと。で、暗算して23みたいな。これね、いやいや、そんなんやりませんよって思うかもしんないんだけど、テストの時に急いでやろうとすると結構ミスります。暗算でできればできるほど。これそうじゃなくて、こう掛け算で隠れてるから、20足す3じゃなくて20かける3なんで60ね。分数はね、暗算できないから、ちゃんと書くんでね、あんまミスしないんですけど、こっちね、急ぐとミスります。気をつけてください。代入するときは掛け算だからね、ここね。で、戻ります。ここ、20と5、約分できるんで4だよね。つまり、シニが8。ここも、公約分ができるから6。で、マイナス6かけるマイナス1になってるから、プラス6です。つまり、足して答えは、14と。これで終了となります。なので、一番大事なことは、まずこっち計算しようねって。で、簡単にできてから代入するっていう流れで。で、もう一個は、この代入するときに、掛け算でこれね、この場合は繋がってるんで、そこだけ気をつけてやってください。で、2番はね、まあ、さらに右がちょっとごちゃごちゃしてますよね。ここ。で、この部分は、まあ、変わり算と掛け算で全部繋がってるので、一個一個解いてもいいんですけど、まあ、前の動画でもやったように、自分は一気に倒してしまいたいので、長い分数の棒を書いてやっていきます。で、まず最初のこの数字。まあ、このね、項は、最初はね、上に乗るので書いちゃいます。8x2 乗、y の3乗です。で、ポイントは次ですね。ここがちょっとめんどくさい。で、これまず、カッコの外に指数、2乗がくっついてるんで、先に計算します。そうすると、全部2乗するから、9分の4だね、数字は。で、x も2乗が2個。だから、4乗。で、y は2乗です。今こうなってる。で、割り算の後の分数なんで、ひっくり返します。これ。掛け算に変えてひっくり返す。で、その時に、
横にくっついてる x4乗 y2 乗は今4とくっついてるからね、これこうなってる。だからひっくり返すと下にこれが来ます。で Q が上に来るっていう感じ。こう気をつけてください。でそれを書けばいいから、 Q が上で下に 4x4乗 y2 乗と、これで OK。で最後はかけるマイナス 3x3乗 y ですね。でマイナス、今回ここプラス、ここプラス、マイナス、マイナス1個なので答えもマイナスですね。ちょっと忘れそうなんで囲っときます。であとは数字、これは普通に掛け算だから上に乗っけて、これで OK。 あとは丁寧に約分していきます。まず数字いきましょうか。ここ切って2、ちょっと残ってるからね、囲っとくよ。で x4 乗4個と2個、嘘これ4個から2になるね。ちょっと消して書き直そうか。 x2 乗、で3乗と2乗で切るとこう来て1個残りますね。囲っとこうか、忘れそうだから。で y の2乗2個と3個で切ればこっちは1個残りますね。つまり残ったのはマイナス 2y9 3xy が残りました。下は全部消えてるからね。つまりまとめると、マイナス、数字が54か。で、X が、これ気をつけようね。X1 個の Y が2個。つまり、ここまで簡単になったと。で、そしたら入れます。こっちの数字をね。で、54。かける X が18分の1。で、ここ Y の2乗なんですけど、マイナス2の2乗ですよね。代入したときは、カッコつけるのがルールなので、こうなります。で、これ計算すると4だよね。つまり4。で、約分か。18と54っていけるよね。3だもんね。これ3になるから、つまりマイナス3と4になるから、答えはマイナス12と。これで終了となります。で、ラストです。で、実は今回3番が一番簡単です。簡単なんですけど、このタイプの出題のされ方、慣れてないと手が出なくなってしまうので、覚えておいてください。これはね、何が違うかっていうと、まあ、文字2つ、与えられてるのは同じなんだよね。まあ、X がいくつ、Y がいくつみたいな。ただ、与えられてるのが式なの。大文字なんで、ラージ A って読みますけど、ラージ A はこれ。ラージ B がこれ。その時にあれを計算しなさい。値を求めるじゃなくて、計算しなさいね。で、やること同じです。全く同じ。普通にラージ A とラージ B 使って綺麗にして、これみたいにね、こうか、まとめてからこいつを代入する、それだけです。じゃあ行きましょう。つまりあれ計算したので、まず2を配りますよね。そうすると6ラージ A プラス8ラージ B と、でマイナス3配るので、マイナス6ラージ B の、プラス3ラージ A で、同じ文字はね、計算できるから、これが合わせると、9ラージ A、プラス2のラージ B ですね。まあ、これはもうシンプルにいけます。計算するだけなんでね。で、そしたら、A の、ラージ A のとこにこいつを代入。ラージ B のとこにこいつを代入します。で、代入するときに必ず、カッコをつける。っていうのを気をつけてください。じゃあ行きましょう。9、カッコ、写し間違えたくないね。マイナス 3x プラス y で、プラス2だね。2のカッコ b を入れます。 5x マイナス 4y と。で、また配ります。 9 を配ると 27x プラス 9y プラス 10x のマイナス 8y 下が、あ、入るね。で、x 同士計算すると、マイナス 17x。で、これ合ってる？プラス、あ、てか、プラス9だから、プラス y か。よいしょ、これで終了となります。いいかな？まあ、1番、2番は同じですね、流れとしては。右が複雑になってるんで、そこをきれいにしてから代入しましょうと。で、分数の代入タイプなんで、ちょっと計算ミス気をつけるっていうところが大事。で、3番も、ちょっとね、出題のされ方が特殊ですけど、右を計算してから、式を代入すればいいんだよって。最後がさ、これみたいにマイナス12とか14って値じゃないですか。
だから値を求めなさいなんですけど、最後は xy が残ります、ちゃんと。もう出されてるからね。だから値じゃなくてただの計算しなさいになってるので、まあ値なんなくて構わないから、ちゃんとこれで答え OK になりますんで、こんな感じでやってみてください。では今回は中学校2年生の教科書1章の内容のテスト対策やらせていただきました。今回もね、最後までご視聴いただきありがとうございました。で、2年生は次回が等式変形って言って、X について解きなさいみたいな問題をね、まとめる一応予定になってますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。